楽旅京都新聞 TV 今日の話、楽中楽外楽を旅する楽旅若村亮です。本日の話題は十日恵比寿。1月の10日を中心に恵比寿神を祀る恵比寿神社では大きなにぎわいとなります。1年最初の縁日に商売繁盛を願って多くの皆様が恵比寿神社を訪ね、1年の素晴らしい商売の繁盛を願っていきます。毎年1月新春の風物詩として行われまして、1月の10日を中日として8日から12日まで祇園建仁寺の西側にあります恵比寿神社を中心に多くの人々が参詣に訪れます。その時に1年前に授かった笹、縁起の良い福笹に様々な縁起物をつけて授かって、1年その商売を繁盛願って会社や商いをしている建物に飾り、そしてまた新年を迎えて古い笹を返し新しい笹を授かるということなんです。私たちも毎年このように笹を授かって楽旅の商売繁盛を願っています。この笹には宝船、エデッサンの顔があったり、打ち出の小槌など様々な縁起物がついています。昔から笹は松竹梅の竹にもあたり縁起がよく、また節目正しくまっすぐに伸びていくということから縁起が良い植物なんです。一年中緑を絶やさずに枯れない植物としても縁起が良いということで、この笹にたくさんの縁起物をつけて持ち帰る習わしなんです。商売繁盛さっさ持ってこい、このような恵比寿囃子が鳴り響く恵比寿神社、1月10日の華やかな恵比寿さん、十日恵比寿で皆さんもぜひ商売繁盛願ってみてください。